じゃあ最後ドライバーいきましょうか。ドラちゃん、はい、ドライバー、ドライバー今使ってるドライバーはインプレスの UD プラス2、はい、はい、です。スペックは何度？12度。うん、シャフトは A、 A です。レディースの A、 はい、レディースの A です。はい、今だいたい飛距離どれぐらいですか、ドライバー。180ぐらいなんじゃないですか。謙虚だねもうちょっと出てると思うけどね。200だと思う、うん、さあドライバーはどう、うん、だってゆうこ150飛んだか飛んでないかみたいな感じだったよ。いや本当そうだよ、あの出た時、うん、5番ウッドとか飛んでたからね。そう、50ヤードってあそこだからね。いやだって本当に一時期ドライバーしてたからね。え、振ってそうだ、そう振ってなかったよね、もういいって言って。ウッドでいい、ウッドでいいみたいな。ドライバーもめっちゃあの リズム、うん、リズム、本当にリズムです。リズムの時になんかこうどういう自分の中にあるの、なんかよくあるじゃん、1、2、3じゃないけどさ。ああでも1、2、3、1、2、3、うん、123で一応なんか唱えてる、唱えてる、うん、心の中で、心の中で。お、いいじゃん、まっすぐ、まっすぐ、いいね、いいね、見えてるよ、ボールもしっかり。うん、どんな練習多めにやりました、ドライバー。ドライバーも結構ちょっとアウトめにやっていいパブル練習とか。じゃあ8の字、うん、とか、でもいろいろやったかも。なんかちょっと大股開きにして。おお、それはどういった効果があるの。あのちゃんとこのなんか大股開きにすることでその体重移動を感じるみたいな、うんうん、左に乗る、うん、あと右にいたらこうなっちゃう、うんうんうん、ここうん、あとは今ヘッドスピード上げたいんで今、うん、うん、今ヘッドスピードどれぐらい、ドライバー、測ってみる、そこで一応出てる、オッケー。多分30ぐらいだと思う。30ってことはないわ。35の間、うん、はい、あるあるだよ、あるあるだよ、うん、ある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 、こうね、測るとなると急にね、うん、オッケー、今完璧、うん、オッケー。でも28なんだけど。ちょっとそうそうそう。ちょっともうちょっと出るまでやってみようかね。あの測るやつ？うん。だと大体33ぐらい。3ぐらい。うん、じゃあ35ぐらいはアベレージで持っていきたいなって感じ。持っていきたい、そう。大体33ぐらいかな。うん。あとドライバーでなんかやった練習方法とかありますか？ラウンド中にちょっと調子悪い時、今最近はあのないんだけど、なんかちょっと。こすんなっていう日は右肩が出てた。うーん、プレスはすごい今でもだけどすごい気をつけてる。ゆうこ、うん、今ゴルフ何年目？丸4年経った、うん、あ丸4年経ったかな。20今30ですよ、27の8月ぐらいから始めたから、もう31の8月、丸4年経ちました。おお、はい、はい、結構ベテランになってきたね。あ、あとなんかドライバーは、うん、その、まあ、こっち八の字でもいいんですけど、うん、結構なんかこの辺でっていう、まあ、この辺で、おー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 、こういうなんかハーフのこういう練習、おお、早めにってこと？なんか右足前で。うん、ドライバーってさ、ボールがさ他のと違って左側にあるじゃん、うんうん、だからさどっちかというとそれが遅れちゃうよね。遅れちゃうね。どっちかというとあの左にばっかり打ちに行こうとしちゃうから、なんか右肩が突っ込みやすいっていうか。なるほどね。右足前でもフェイス
帰ってくるよぐらいな。そうそうそう、これ多分全然どうなんの、その練習を出すのしたから。おー、うん、確かにその練習はカットとか直りそう。うん、いいですよ、うん、いいですよね。ちょっとこすったよ。いいのお願いします。いいじゃん。オッケー、いいっす。これが私の王様。うん、うん、ナイス。はい、はい、堤健太さんです。80切りおめでとうございます。ありがとうございます。少し前に100切りチャレンジをした頃が懐かしいです。本当に質問なんですが、何番のクラブのショットを一番練習しましたか。やはりウェッジかな。9番。あ、うん、そうね、練習はやっぱ7番やが多かった。7番が多かった、うん、7番が多かった。7番。うん、じゃあ7番です。7番ですね。はい、はい、じゃあピンキー331さんです。各クラブの返金飛距離を教えてください。うん、まあ、S までで70でしょ。 A は85くらいまで。85。うん、まあ、あの、あの T 立てたら90 A でピッチングで105くらい。105。うん、105。9番でで115まで。8番で125くらいまで、うん、7番で135。うん、6番アイアンで、まあ、140ちょいぐらいだったの。U6 で145、U5 で150、7番ウッド160、5番ウッド170、クラブ180、90。14本入ってる。14本、うん、じゃあ今フルフルだね。うん、あ、じゃあ56度下がってバンカー用に。そっか。うん、で、パターで、はい、はい、で、次いきます、うん、マハロ20143です。ゆっこちゃん、80キロおめでとうございます。おはようございます。ゴルフ始めて1年半ですが、いろいろ悩みはつきません、うん、ゴルフは悩むが楽しいのですが、うん、ゆっこちゃんは悩みの優先順位ってどうやって決めてますか。このままだと悩みが増えすぎて混乱してしまいます、うん、アドバイスお願いします、うん、現在は110キロと目指していますが、動画などでいろんな説明がありすぎて、どれを変えるしかいいかわかんないです。私をお助けください。110を切るとなると、そんなにいっぱいいらなくない。むっちゃく多分ドライバーも使わなくても、うん、切れるよね、ま、何のクラブが苦手かにもよるとは思うんですけれども、だから4オンでもいいんだよね。そう、ダボーダボペースででもいいんだもんね。そうね、5-4-5-4か、うん、まあ、マネージメントで考えるなら別に4オンでいいやぐらいでやる。で、まあ、スイングを見れてないので、なんとも言えないんですけども、まあ、なんかちゃんとボールに当たらないとかだったら、まあ、スクールに通われてるんですかね。そうなんですかね、うん、まあ、スクールはあのおすすめです。おすすめですね、うん、先生にちょっと相談して、うん、スイング見てもらって、うんうんうん、どれを優先にしたらいいかを聞くみたいに、うんうん、でも、まあ、動画見てるってことは自分で見てやってるのかもね。あー、ただやっぱ月通う放題とかのグループレッスンでもいいんで、やっぱすごい、あの最初はスクールは通った方がいいと思う、うん、すぐ通ったんで、あとはもうマネジメント、フォーオンでいいやって、フォーオンでいいやって、うん、はい、そっからのボギーとかパーがあるから、そうそうそう、フォーオン基本 OK として、うん、やっていくといいですよ、うん、です。はい、で最後、H山本さん、一時切りおめでとうございます。ゆこちゃんを初めて見たとき、ダウンスイングがトッププロと同じで、ゴルフのセンスはこの際優秀なんじゃないかと思ってましたけど、やはり予想が当たって嬉しいです。最初の頃、左足が動くのがかっこ悪いと言って、やめてしまったのですが、うん、そんなことあったっけ？左足が動く、なんか、こんな言ってたかな？あったらしいよ、多分。左足が動くのは、あー、膝かな？膝かなもしかして、うん、あの動きはリッキー・ファウラーやリキシー・トンプソンくらいしかできない動きでもったいないと思ってました。距離アップになる動きなんで、また復活させてほしいです。なるほど、はい、質問はグリップを決めてからフェイスの向きを合わせていると思いますけど、うん、グリップはヘッドがバランスして倒れないように感じながら持っていますか。
まあ、なんか置いた時のまんまポンって置いてちゃんとその角度なりに、まあ、ちゃんと向いたらそれで、まあ、握ってる。あ、じゃあもうポンと置いて、ポンと置いて、うん、ポンと置いて、まあ、こうもダメだしこうもダメだけど、ポンと置いてフェースがちゃんとまっすぐ向いてるから、で握るように、うん、してます。はい、うん、以上です。ありがとうございます。今年はなんか出るんですか、試合とかは。9月 の, その神奈川の去年の、そうそう、リベンジしたいなって今思ってます。うん、去年ね、練習ラウンドでは白切れたのに本番白いっちゃったんで、戸塚ね、戸塚、はい、戸塚監督。今年のその神奈川、うん、アパー、うん、ミッド、うん、ミッド、ミッドアーマーの目標スコアは、うん、めっちゃやっぱキャリアやっぱね、レギュラーキーの距離なんで、まあ、しかも試合だから、まあ、ちょっと去年達成できなかった100切りをしたい。じゃあそれが今年の一番の大きい目標かな。ねえ、そうだね。100切りをする、100切りをする。で、練習ラウンドではできてるわけだから、できてるわけだから、そのままできれば、そう、普通に。練習ラウンドはベストいつだろうね。96か4、96だったかな、回れたんですよ。年一試合だと、うん、きついかも。やっぱ年その前に2個ぐらい出てるみたいな。そうだね。そこに合わせるみたいな方が、うん、試合ならいいかも、ね、うん、最近勝負するようにしてた。おー、うん、なるほどね。そうそうそう、一緒に待ってる人たちと勝負するようにする。でも分かる、大事だよね。大事、こう勝負することで緊張感とか、そうそうそう、悔しいとか、悔しいとか、そう、うん、勝負してちょっとメンタルを強化してます。自分との戦いじゃなくて相手との、そうそう、自分との戦いなんだけど、うん、相手とも戦う、そうそうそう、メンタルをちょっと強化させてます。はい、はい、じゃあ皆さんぜひこの上達ね、昔の動画もちょっとね、合わせてみてほしいね。そうね、見てもらえると昔の練習場とかも結構面白いと思いますので、うん、面白いと思う。100切りで見てほしいね。そうね、何か参考になれば。最近に見えるからね、あの丸の内でさ、うん、そう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 、え、頑張れみたいな。本当ね、ちょっと参考になれば嬉しいです。でも上はもう覚えてるもん、あのラッセルのスカートね。そう、すっごい覚えてる。派手な、懐かしいね。上はもね、あんな派手だったのに、もう真っ黒。上はもこんなに変わりました。シンプル、最近とスポーツ系やすい。ね、で、サントのね、ピチチェスとかね、そうそうそう、絶対着なかったもんね、あの初めて。あ、着ない着ない、もうフリフリが良かった。ね、もう上はもう変わって、ますます上達してるゆっこですので、皆さんぜひ応援よろしくお願いします。以上です。 YouTube のチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。お願いします。次回の動画も楽しみにしててください。バイバーイ。リンゴルフニュースのお時間です。はい、9月10月のリンゴルフオープンはこちら左のテロップに記載されてます。9月23と10月14日、この2つの会場はアマチュアゴルフワールドカップ、以前ゆっこが出場したハンディキャップを使った日本代表を選ぶ試合の予選会も兼ねてますので、ハンディキャップを持っている方はぜひ参加してください。10月7日の砦国際はですね、以前宝塚で好評だった100切りをやりますので、ね、めっちゃ好評だったよ。なんか応援してくれてる人たちがいっぱいいて、みんな楽しそうでした、はい、100を切りたいという方はぜひご参加お待ちしてます。ガンガン応援してくれて、ぜひ応募してください。はい、バイバーイ。